商品レビュー提供。スマホで動画。確かに綺麗に撮れるけど、動いてる動画を撮ると、なんかブレが激しい。ガタガタ揺れる。せっかくカメラが良くなってるのに、その部分が残念なんですよね。その時に便利なものがあります。スマホ用のスタビライザーです。これを使うと、激しいガタガタした揺れ、相当緩和されますね。使い方。スマホをここにクランプするだけ。これだけですね。この状態で手がガタッと動いても、 スマホの方、揺れがゆっくりですよね。こうピクピク動かしてもスマホの方は揺れない。まあもちろんこれを使ったからといって適当に動かしてもいい。そういうわけじゃないです。神経は使わないといけないですね。ただこれをつけてこうスムーズに移動するとスマホを手で持った時よりガタガタしないですね。まあただこれ手ぶれ防止と言ってしまうと嘘です。手ぶれ防止じゃなくて激しい手ぶれをスムーズにする。そういう機能なんですよね。 だから完全にカチッとなるわけじゃないです。今までこうガタガタ動いてたの。それがゆっくり動きます。これも手、例えばスマホをそのまま持ってた場合、手がピクッとずれると、スマホの方も本当素早くピクッと動くんですよね。これが見てる側として辛い。でも、ピクッと動いてもスマホの方がゆっくり動いてれば、ブレってありますけど、もうこのブレがもう手でじわーっと動かした。そんな感じになるんですよね。何か被写体に寄りたい。 歩いてるシーンを滑らかに撮りたい。そういう場合に役立ちます。今、スマホ用のマウントがついてますけど、これ普通の三脚ネジです。ですので、ビデオカメラとか、コンパクトデジカメ、ついちゃいますね。これで動画を撮ることもできますね。まあ、あと、このようなアクションカメラ用のアダプター、これもついてますので、アクションカメラでも使うことができますね。アクションカメラ、手ブれしたら手ぶれしたまんま撮れるんですよね。 もちろんそれも迫力だって言われればおしまいですけど、アクションカメラを使って滑らかに撮る。そういうこともできます。あと、ここ、大きい三脚穴がついてます。これを使って、車とか台車に固定すれば、台車がガタガタしててもカメラは滑らかに動く。そういう撮影ができますね。まあ、ただ、会員式だと思ってください。業務用のステディカムとかみたいに、あれほどスムーズじゃないですね。まあ、値段が2桁、三桁ぐらい違いますからね。 でもこれを使うことによって手持ちのスマホ、コンデジ、ビデオカメラ、スムーズに動かすことができる。非常にいいのかなと思いますね。あと折りたたみも楽ですね。ここのネジを緩める。そしてこのようにして、この付属の箱、これがキャリングケースになりますね。そんなに使うものじゃないですので、まあ使わなくなったら、この箱に入れて保管しておくのがいいのかな。もう今、スマホだけで本格的な映像が撮れて、 編集までできてしまいます。でもちょっとスマホのカメラじゃ痒いところに手が届かない。その時の一つの方向として手ブレ防止用のマウントを持っておくといいのかなと思いますね。商品レビュー専門でした。